はい、こんにちは。はい、今日は、アレルギーフリー食研究家の野田真美さんにお話を伺いたいと思います。野田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、短めに、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、私、アレルギーフリー食研究家として活動しております。もともとですね、自分の子供が食物アレルギーになったのをきっかけに、このお仕事を始めました。で、今までは、全然お料理とかは全くできない、普通の、一般の主婦だったんですけれども、それを、アレルギーをきっかけに、食べることの勉強を始めまして、現在ではそういったアレルギー子やそのお母様たちに向けての、お料理教室をさせていただいたり、あとは企業向けに、そういった、コラボで講座などをさせていただいております。はい、よろしくお願いいたします。はい、よあ、ろしくお願いします。大丈夫。ゃあ、早速質問をさせていただきたいと思います。はい、野田さんはどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか。はい、私はですね、今、先ほどもお伝えしたように、もともとはアレルギー子の方とか、そのお母様たちに、お伝えしてたお料理だったんですけれども、もう最近、今、活動してから5年目なんですね。で、その5年間の間に、活動してる中で、もうちょっと社会一般にアレルギー対応食っていうものを認知していただきたいっていう思いがすごい強くなってきまして、でも今はそういったもう社会全般でもうアレルギー食っていうのがどこにでも選べるような、そんな社会にしていきたいなって思って、今それを目指せというか活動しております。はい。アレルギーフリー食ですよね。あ、そうですね。まあ、うん。そうですね。もともとアレルギー対応食とかっていう感じで、一般的には通じてるので、その言葉の方が分かりやすいのかなと思いつつ、でも、まあ、自分らしさっていうところも出したくて、そういったカタカナにしています。はい。確かに、アレルギーってもう多くの人が今ね、持ってるようなものですから、そうですね、もう3人に1人はもうお子さんだとアレルギーを何かしらお持ちということなので、本当に今、日本中そうですし、世界でもアレルギーっていう方は多くなってきていると言われています。世界でも多いんですね。そうですね。ただ、日本の食べ物でアレルギー発症する方もいるし、また世界は世界で食べられてるアレルゲンっていうものがまた変わってくるので、若干違うんですけども、ただ、海外でも結構たくさんいらっしゃいます。だからその国ごとにその食文化も違えば出てくるアレルギーも違うっていうこそうとでですね。はい。すね。なるほど。個人的にもすごく興味がある おそうです話ではあるんですけど。ね。ありがとうございます。そうしましたら、それを具現化するために、どのような目標や計画を立てていらっしゃいますか？で、そうですね。普通にもう最初、その教室を始めた頃っていうのは、細々とって言ったらあれなんですけども、自分のお家で、お教室みたいな形で、近所のアレルギー子やそのお母様たちに教えようっていう感じで始めたんですけれども、それがやっぱり、そのエリアの中で、アレルギー子たちってそんなに人数がいないので、あんまり集まんなかったんですよね。そもそも始めた当初っていうのは。集まらなくて、じゃあ、どういうふうにしたら、一般的に皆さんに知っていただけるのかなと思った時に、あ、オンラインを使おうって、その時3年前ぐらいから思って、始めたんですよね。で、今でこそ、オンラインはめちゃくちゃ普及して、まあ、こういった状況なので、普及していて、もうお料理教室もオンラインでするっていうのは当たり前になってきてるんですけども、私が始めた3年前っていうのは、もう本当にオンラインでお料理教室なんてみたいな、
オンラインって何ですかぐらいの勢いで、なんかちょっと怪しいお仕事してるじゃないって思われてた時もあったんですけど、まあそんなことで、でもオンラインを使うと、今まではそのエリアだけのお客様にお伝えするっていうのが、日本中、あと世界の方に向けても伝えられるっていうところがすごい大きくって、私はそっちの方が実はしたかったことだなっていうのを、まあ、始めてから思ったんですよね。で、すごい自分でもお家でできるし、今子育て中なんですけども、子育てをこう両立してお仕事ができるってところで、オンラインをすごい活用して、まあ、講座とか、ね、お仕事させていただいています。で、まあ目標と計画ですよね。で、まあ、そういったオンラインを今後、まあ、これからも使っていって、まあ自分は日本にいるんですけれども、もう日本中の方にその自分が作るアレルギー対応食っていうのをこう知っていただいて、本当の目標はもう普通にこう飲食店に行った時に、普通のお料理と一緒の並びでアレルギー食っていうのが選べるような、もうそんなところまで実現できたらいいなって今思っています。なんかそのオンラインというのも本当にここ最近じゃないんですか、本当コロナ禍がね、すごくそのなんて言うんでしょうね、オンラインを加速させたっていうのありますけど、それより前にされてたっていうのはね、すごく先見の明がね、あられたというか。そうですね、どうかな、まあ、今でこそって感じですけれども、当時はやっぱりなんかまだまだオンラインでお仕事してるって人イコール、なんかちょっとね、あまりいいイメージがなかったみたいで、そうなんですね。もうなんかそういう変な仕事してんじゃないみたいな。でも見られつつ、でも私の周りではそれこそ海外で在住の日本人の方とかもオンラインでお仕事されてたので、そういった環境にいたから、なんか自分も、別に抵抗なく始められたっていうところもありますね。確かにオンラインだと、場所と対象関係なくね、多くの人にね、お伝えできますよね。そうですね。アレルギー対応の一つね、ちょっとネックがありまして、対面だとそれぞれ持ってるアレルギーが違うので、なんだろう、同じその1個作るにしても、その方がアレルギーを気にしながらしないといけないし、あと使う場所っていうんですかね、ところもお掃除とかすごいしないといけなかったし、結構危ないんですよ。命結構かかっているので、まあでも対面それでも頑張ってたんですけど、オンラインになると自分のお家でそれぞれできるので、そういったアレルギーが発症するっていう心配がなく受けられるっていうことで、すごいアレルギー子の方も参加していただいていますね、オンラインで。メリットがすごくありますね。そうですね。私自身もあるし、受講される方にもいいんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。そしたら、その目標や計画に対して、現在どのような活動指針を持って、どのような基本活動をしていらっしゃいますか？なんか難しいですけども。いやいや、そうですね、指針と言えるかだとわからないですけども、やっぱりアレルギーを持ってる方以外にも知っていただきたいっていう思いが先ほどからずっとね、お伝えしてるんですけど、まあ、そうした時にどうしたらいいかなって思った時に、やっぱりその SNS で不特定多数の方に発信していくっていうのもすごい大事だなと思ってますし、あとはやっぱり個人の力だけではもう日本中とか世界中になると難しいなっていうのを本当に今5年目にしてひしひしと感じているんですよね。で、そういった時に、例えば今も一緒にやらせていただいている企業様の提携でお料理を作ってレシピを掲載させていただいたりとか、そういったメディアの力をちょっと使わせていただいて、私も発信するっていうことで、より精力的には活動はさせていただいております。
で、あともう一つ、今年に入ってじゃあもう本当に不特定多数の人たちにどうやったら一発でこうガッて大きくできるかなって思った時に、なぜかミセスコンテストに出場しようと思ったんですよね。それは自分自身もその輝きたいっていうのはもちろんありますし、本当にその今まではアレルギーを持っているお母様たちとかっていうその私と同じ立場の方が結構多く発信してたんです、けども、まあ、本当のそういったもう女性だったら女性とか、あとまあ男性もう本当にもう一般的な方たちですよね。そういった方たちにアレルギーっていう言葉だけでもまず知っていただきたいっていうのがあって、そういう影響力を考えた時に私に一番できる土俵をどれだろうと思った時にそのコンテストだったんですよね。はい。で、今年の1月にその広告を発見して、なんかこう応募してみようかなと思って応募したら、トントンとうまく上に登ることができて、今年の7月に、はい、大会があったんですけども、タイトルをいただきまして、今度世界の世界大会にも行くという流れになっています。はい、なので私の一つ目標だった世界中にもそのアレルギー対応食っていうのを知ってもらいたいっていう、まあ、一つのなんだろう、壁っていうんですかね、壁が一つまた一個階段登れたかなって思ってます。はい。ミスコンそこで選ばれたってすごいですね。そう、もともとなんかそういう憧れみたいなのもやっぱり昔からまああったはあったんですけど、だけどまあ結婚してもう子供もまだちっちゃい中で、そんななんか美しくなってはいけないみたいな、なんかこう自分の中のしがらみっていうのもやっぱりずっとあったんですよね。でそれがやっぱり今ちょうどそういうの活動と合わせてそういったちょっと挑戦したいなっていう思いがあったので、まあ、そこでコンテスト選ばせていただきました。すごい。そしてなんと、はい、世界にまで。そうなんです、嬉しい。ね、またこんな状況なので分かんないんですけども、でもまあ一応行くことにはなってますので、そこで世界中からこう皆さんファイナリストの方たちが集まってくるので、そういったお料理してるよっていうことをちょっと交流しながらアピールしていきたいなと思っております。このお話だけでもいろいろ聞きたくなるようなね、ですけど、はい、ありがとうございます。確かに影響力ありますよね、そういうタイトルをいただくと。そうですね、もうファイナリストに残った段階でも比較的影響力はやっぱりあるんですけども、タイトルを取ったことでやっぱりこう注目度がやっぱり全然違うなっていうのを肌で感じますね。まあ、全然アレルギーとは関係ない方も、あ、アレルギー食ってそういう感じなんだとか、意外とこう美味しそうだねとか結構言っていただくことも多くなってきたので、まあ、少しずつではあるけれども認知度も上げていけるんじゃないのかなって今思っています。ありがとうございます。はい、そうしましたら、じゃあその先ほどおっしゃっていたこうそもそもその夢ですね、あとそういうビジョンを持ったきっかけというのは何だったでしょうか、あとそこにはどのような発見、あと出会いがあったんでしょうか。はい、もともとこのお仕事を始めたのが長男が食物アレルギーになったことがもう本当のきっかけなんですよね。それまではもう料理とかほぼしてなかったですし、結婚して初めて作ったカレーが全然美味しくなくて、びっくりするぐらい美味しくなくてシャビシャビだったんですよ、もう本当に。私カレーまで作れないんだっていうぐらいちょっと落ち込んだ事件があったんですけども、それぐらいお料理本当に下手くそでだったんですよね。でも興味はもう全然なかったんですよ、作ること自体に興味がなかったんですけど、子供がアレルギーになって、しかもその
お子さんが食べれないからお母さんも食べないでくださいって、その当時の先生はそうやっておっしゃったので、もう病院受診したその日から卵と乳製品、小麦は一切食べない生活っていうのを一応始めたんですよね。で、そこからもう食べるものをまず作らないといけないっていうところから始まって、でもやっぱりだんだんこう作れるようになってくると、ちょっとこうカラフルで可愛くて美味しい食べ物をで安心して食べれるってものを子供たちにも食べさせてあげたいって思いがどんどん強くなっていったので、もうそこで本当ひたすら独学でですよね、勉強を始めて出たのが始まりだったんですよね。で、もともと自分で作ったお料理とかは自分の子供に食べさせるっていう思いで作ってたんですけども、やっぱりこう SNS でアップし、その写真をね、こうやって作りましたって感じでアップした時に、作り方教えてとか、なんでこんなこと、こんなふうに可愛くできるんですかとか、結構フォロワーの方からもそうやって言っていただいてたので、きっと同じ境遇でお悩みの方っていうのはすごいたくさんいらっしゃるんだなっていうのをすごいそこで感じたんですよね。その時に、自分だけの、お料理ではなくて、もっとたくさんのそういった同じお悩みを持ってる方にも知っていただいて、一緒にその食べるっていうことを楽しんでいただきたいなって思いがどんどん膨らんできたので、今この活動を始めました。はい。なので、発見は、だからそういうところが発見ですし、で、出会いが私はもうほとんど SNS なんですよ。ご近所のお母様たちとかは、もう今でこそ、この方がアレルギー持ってる方だなとか、ご近所でもわかるんですけど、当時その結婚した時、関西に住んでて、今、名古屋、こっちの方にいるんですけど、友達が全くいない状態で来たので、でもすぐに出産とか育児が始まったので、もう周りが誰がいてるのかすら分かんない状態だったので、そういった時にやっぱり SNS だとまた交流しやすかったんですよね。そういったところで、私のアレルギー子お母さんの原点は SNS でのご縁がほとんどでした。はい。そのご縁を今大切にさせていただいてて、それがお仕事にもつながっているっていう、本当に全部子供がアレルギーになったっていうことが始まりになっています。先ほどのオンライン化と SNS というのもね、つながってる話ですね。そうですね、もう本当に全部の情報も、アレルギーに関する情報も最初は携帯とかインターネットで調べて、そこから仲良くなったお母様も結構たくさんいらっしゃるし、やっぱりこう気軽に顔がね、わからない分、悩みっていうのを気軽に相談できるっていうところも、やっぱり私にはすごい合ってたなっていうのがありますね。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、ちょっとこれが最後の質問になるんですが、その先ほどお話しいただいた発見やと出会いの背景には何があったんでしょうか。背景だ。そうですね。出会いの背景、何があったか。でもその SNS で仲良くなったお母様が、実はご近所に住んでるってことが一回ありまして。そこから、今私、自分の地域のアレルギー子の患者会の代表もしてるんですけど、そこのもともと代表だった人と仲良くなって、そこからお話をいただいて、今、地域の活動っていうにもさせてもらっているので、背景というか、本当全部 SNS からご近所のつながりまで作れてっていうのがあったので、私多分 SNS なかったら生きていけなかったなって思っています。で、今もそのお仕事いただく時もほぼほぼ SNS 経由なんですよね。とか、そうですね、あと SNS で仲良くなった同じ起業家様さん同士のつながりで、なんかこういうお仕事あるよって振ってくれたりとか、本当にそういう感じでお仕事をいただいているので、
のなので、うん、ツイッターとかそういう例えばインスタグラムとか、そうですね、うん、インスタとあと私はフェイスブックもすごい使ってるので、フェイスブックで仲良くなった方からまたお仕事いただいたりとかして、はい、つながってますね。うーん、やはり情報発信していくの大事ですね。そうですね、なんか、うん、私あんまりこう企業塾みたいなところに行ったことがほぼなくて、自分の思いをひたすらアップしてたっていうすごい独自の感じで動いてたんですけど、まあ、でも逆にその思いが伝わって今こんな感じになってるのかなっていうのを思ってるので、まあ、もちろんそういったスキルも必要だと思うんですけど、やっぱり思いを伝えるっていうのは対面であれと SNS であれと大切なんだなっていうのは思っていますね。これはすごく大事ですね。うん、なんか逆にこう企業職が見えるとちょっとね引いちゃうとこもあったりしますけど、なんかその思いに、ね、やっぱ共感できるとこがあるんでしょうね。本当ありがたい。でも思いだけを投稿して、まあ、思いばっかり投稿しているので、おしょ何してんねんのって思われてるかもしれないけど、どこで会えるんだろうっていうのは結構言われますけどちゃんと書いておこうと思いました。うーん、はい、すごいね。とてもお子さんもねいらっしゃいながらすごく精力的に活動されている皆さんの話がすごく共感できるものもありました。そうしましたら、ちょっと、はい、お時間になりましたので、最後にこちらの動画を、ご覧の皆様に一言メッセージをお願いいたします。はい、そうですね、やっぱりどうしても今こういった状況なので、なんかこう何も何でしょう、何もできないとか思い込んでたりとか、なんかこう諦めちゃったりするっていうこともやっぱりそういった選択もどんどん多くなってはくると思うんですけれども、そんな中でも私ももともと自分の子供がアレルギーでどこにも働きに行けなかったりとか、まあ、あと育児とかもあって、まあ、その自分の固定概念っていうのがすごいあったんですけど、そこをそのインターネットとか SNS っていうのに出会ったことで、その概念がなくなって今こんな感じで、自由って言ったらおかしいですけど、子育ても満喫しつつ自分のお家でお仕事もしたいことしてるっていうような状況になってますので、ぜひ本当に固定概念を取っ払っていただいて、本当に自分のしたいことはどんなことでも叶えられると私は思っていますので、本当に諦めずに明るく前を向いて皆さん進んでいけたらいいんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、ありがとうございます。すごく力強いメッセージありがとうございます。はい、はい、そうしました。今日は、アレルギーフリー食研究家の野田真美さんにお話を伺いました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。